ケンティアナ。成績を背負いし王よ。雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためにカンナギは。ルナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは受け入れを終え、紅葉の指輪とともにスイートにて待つ。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。またして悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルは王都にあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を。天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナ・フレーナ様のもとにあるならひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ。これそろそろ行くか。プロント行こうぜ。今行く。なんであの人ノクトの手助けしてくれんの？ゲンティアナか。うん。あれ、神様なんだっけ？24しな、六神の使い。へえ。右方向、敵が複数いるぞ。サンキュー。
ダメだな。タイムどう思ってんだ。いいですか。お前んとこには何も来てねえよ。おお、立派な体だな。油断するなよ。ひと狩り言っとくか。ねえ、もしかしてゲンティアナさんって年取らない？ああ。はあ。おい、ドクト、上だ。ノクト、魔導エンジンの音がする。片付けてやる。こんにちは。怪我の具合はいかが？誰？ゲンティアナ、六神の使い、ルナフレーナから聞いていない？これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ。ルーナに。ルナフレーナに？そう、ルナフレー
仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはケンティアノとゼネブラエ。雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい、雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。どうしたの？また頭痛？ケンティアナの声がした。神に通じる能力か。巨神の時の頭痛と同じなのかもな。カンナギの手によって神は目覚める。王に力を与えるために。どうした？また声が。ああ、ルーナが六神を起こしてるって。体力が持ちそうもねえ。巨神に引き続き雷神とは忙しいな。ルナフレーナ様もってことだよね。一人儀式を進められている。負担もあるというし心配だな。ゲンティアナってさ、人なの？いや、24子は六神に近い存在だ。人間でいうカンナギみたいなもんだろ。向こうはノクト、左に敵がいる。サンキュおい、ノクト、上だ。
イリスの言ってたルナフレーナ様の話本当だったんだね。場所や時期から考えると王都を出てすぐ巨神の元へ向かったのか。頭が上がらねえな王子。早く追いつかねえと。カンナギの受けは済み、残るは刑事のみ。急ぎ雷神のもとへ。準備はなされている。ノクト、大丈夫？ああ、早く刑事受けろってさ。神に力をもらえか。ノクティス、東の洞窟ポッシオへ。封印は解かれた。地の底に眠る最後の石碑を目指しなさい。帝国の者たちよりも早く。洞窟だ、次が最後。よし、さっさと済ませようぜ。いよいよ雷神様とご対面か。準備はしっかりしておこう。めんどい。油断禁物ってね。うりゃ、せっ、本気で行く。誰を狙ってる？悪い。ウリ、ほっ、ノクト、イグニスがやべえ。なあ、れ、グラディオ、頼む。ナイス、グラディオ。うん、ほっ、去れ。ノクト、なんだありゃ。今のタイタンだったよね。俺だって驚いたわ。
そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。ったく、でねえ。イリス？電話見てねえのか？しかし、神の力なんてもう授かれるんだな。間近で神話に触れることになるとは思わなかった。王都を出ただけで、ノクト上見て、ニフル軍だよ。サンキュの力を得たら、今度は水神か。おそらくはルナ・フレーナ様もそう動いてくださってる。水神とも儀式あるんでしょ。心配だね。お墓、回るのも続けるんだよね。ああ、別に忘れているわけじゃない。歴代王の力も必要だろうからな。だが今は雷神を待たせているのも事実だ。一つずつこなし。わっ、ノクト、そこで釣りできそうだぜ。マジか。王都の外では初めての釣りになるな。どんな魚がいるのかな。ま、釣ってみりゃわかんだろ。ライトつけよう。そうだな。
行くか。よし、行くか。ノクト、魔導エンジンの音がする。レガリアどこにいるんだろうね。海渡る前に探さねえとな。ああ、置いてけねえし。そうだな。今ってノクト、力を集めてるじゃん。集まったらさ、何すればいいの？王の使命の詳しいところはわからないが、最終的に帝国を倒すでいいんじゃねえか。ああ、それでいいと思う。雨で野宿とか最悪。文句言ってねえでさっさと準備手伝えっての。よし、行こう。行こうか。俺たちの旅って歴代の王様と神様の力を集めてんだよね。結構すげえ響きだよな。打倒帝国ってのも近いが、案外現実味を帯びてくるな。右方向、敵が複数いるぞ。サンキュー。
あいつが最小だったとはな。怪しいどころの話ではなかった。なんで俺たちに構うのかね。俺さ、揚陸艇乗ったの初めてだった。まあ、珍しい経験だったな。うわ、今のは近かったな。急いだ方が良さそうだ。おい、あれ雷落ちたとこじゃねえか。あそこ入れってこと？へえ、綺麗な色してんな。これだね、フォッシオ洞窟。何がいるかわからないぞ。油断すんなよ。あいよ。うわ、この先かなり深いよ。暗くて奥は見えないようだが。どうする、進んでみるか。こういう怖いとこ嫌なんだよね。何が出てきてもおかしくないな。みんな気をつけ。おい、ノクト、何かあるぞ。そこ通れそうだぞ。行こう。攻めえな。よいしょっと、なんとか通れるかも。うんうん、息苦しくなってきたよ。静かに。何君が悪いな。油断するなよ。毒に侵されたか。あいつ毒にやられたか。そう、とどめ。終わりか。どうだ、受けてみろ。すごいね、やっぱ。最後だ。クラスでナイフが投げにくいな。なんとかなんねえのか、このクラス。これで決めよう。全員無事だな。先行こうぜ。かがめば通れるか。
頭を打つなよ。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。容赦しねえぞ。足に乗りすぎんなよ。お前もな。よし。どう？大丈夫か？さあ、問題ない。どう？いい感じだ。いや、当然。顔色がやべえ。毒だ。厄介だ。ありがとう。くらえ。じゃねえぞ。あ、喉乾いた。腹減ったな。苦戦したからな。狭い場所では注意してくれ。ノクトがいると楽できる。せい。終わった。悪い。おお。おお。何を殺すか。どうしな。しつこい奴は嫌われるぞ。1分でいけるか？1分もいらねえって。その調子はノクト。あ？おい、後ろだ。さっさと片付けようぜ。おら、すまねえ。仕留められるか。一筋だ。いい感じだ。おう、さらよし、完璧。そこ、通れそうだぞ。行こう。行き止まりだな。
おとなしくしてもらおう。てやはっはっ、落ちしまった。弱いぞ。よっ、時間かかっちまったな。